はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和子様、うまい水様、小川様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、正幸様、永田様、平様、陽一様、鈴代様、正雄様、ご支援ありがとうございました。こちらの方は毎月ご支援いただいている、何回もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがとう頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判員用にさせていただきたいと思います。ついでにチャンネル登録も、何がついでなんだか分かりませんけれども、よろしくお願いいたします。何卒。昨日の夕方、百条委員会にかけられた斉藤元彦兵庫知事、記憶にない。を連発し事なきを得た、得てないんですけど、委員20メーター歩かされて職員を罵倒したでしょ、知事適切な指導だった、委員その後職員にフォローしたのか、知事記憶にない、委員説明されてたのに聞いてないって言って職員怒鳴ったでしょ、知事怒鳴った記憶はありません、委員聞いてないなら再度聞けばいいものを、怒鳴りながら書類を突き返したでしょう、知事突き返した記憶はない、試験なんですけど、記憶にないって小玉よしおがっつうの、私が小学校4年生の頃でした、大人とかね上級生で記憶にない、記憶にございませんって、流行ってたからなんだろうなってその頃は分かんなくて、小学校4年生10歳ですからね、だいぶ古いって使ってんな、こんなにね記憶力悪いんじゃ、知事なんか務まんねえんじゃねえの、この記憶力のなさだけで知事を追われるのに十分じゃねえの、とぼけられるとこはですね記憶にないでとぼけて、とぼけられないところは適切な指導だったって、強弁する先方取ってるみたいですけど、周囲の心象悪くするばっかで自分から窮地に、飛び込んでないかな、自分から窮地の方に近寄ってってないかなって思うんですけど、次の質問に立った野党議員、県民会館の喫茶室で閉店時間を過ぎたので出て行ってくださいと言われた時に、知事なのになんで出て行かなくちゃいけないんだって言ったでしょう、知事言ってません、スタッフの方が大きい声で早く出て行ってくださいと言われたのでびっくりして兵庫県知事ですと名乗った、知事って言ってんじゃんかって話題になっておりました、言ってないってなんで、世論です、言ってるじゃん、言ってんじゃねえか、答えになってない、俺は知事だぞ、そんなこと言うわけないだろ知事だと言えばわがままが通ると思ってなきゃとっさに名乗らない、水戸黄門でも名乗るのは最後だ、びっくりしたからって〇〇社の社長ですとか名乗んないだろう、その状況で知事と名乗ることに何の意味が、知事なら閉店時間でも居座れるっておごり高ぶりだよね、閉店時間過ぎたなら出てけよバカじゃねえの、これでもクビにならないなんて維新すげえな、サイコパスの中でも神話級だなこいつと、ここは記憶にないを使わなかったんか、言ってない、兵庫県知事ですって言った、なんか同じ答弁の中で矛盾が生じてるんですけど大丈夫かこの人の脳みそ、なんか県民会館の喫茶室って、トラブル防止のためにカメラ入ってそうですけどね、記憶にないって言ったら、じゃあ映像出しますねってなったら面白いんですけどね。映像を見せられたからかが記憶にないって言い出すのかなって。映像バッチリ見せる映ってんのに、記憶にないって言い出すのかな。日頃からですね、知事だよ俺は。知事だぞ俺は。で、何でも通ってきたんでしょうねこいつね。周囲も職員も甘やかしすぎなんですよね。わかりやすくパワハラ、わかりやすく乞食行為、証拠を隠すこともなく、もうやりたい放題ですわね、公益通報かどうかの判定前に自殺した県民局長を停職3ヶ月としたことについて誹謗中傷性の高い文章だと思った、どうして一緒に仕事をする仲間がなぜあんな文章を作るのか非常に悲しかった、お前が悪いからじゃないのか、事実でないことが多々あったと私も県も認識し処分した、その処分は適切だった、ここでも俺は悪くないと、仲間だと思ってたのにひどい、なんじゃそりゃ、世論です、仲間じゃねえし言葉遊び感あるな、己のせいで人が死んでるのにこの態度、辞任したくないだけでこの長さ、300件も実名告発があるんだから十分、運転手の座席蹴ったのも適切指導なのか、お前のことは誰も仲間だと思ってなかったんだよ、一緒に仕事する仲間を
どうなってたんだろう、事実じゃないことが多々あった。公益通報かそうでないかってその判定待ちだったんじゃないの、事実か捏造か調べてたんじゃないの、公益通報判定ってさ。なんで知事は嘘ついてますね。なんなの同じ仲間として悲しかったって。お前が全部悪いからやられたんでしょ、告発されて。向こうは仲間だなんて思ってなかったと思うぞ、悲しかった。それ遺族の前でも言えんのが、言えんのがお前は、まあ言いそうですけどね。兵庫県議会の立民などの会派が来月開始の県議会に知事不信任案提出する方針。斉藤知事の下で県政を前に進めるのは困難だ。今後自民党などにも賛同を求める予定だそうであります。維新のところに斉藤なんとかしろってクレームいっぱいいっぱい入ってるみたいですね。兵庫県自民県議団はもうやめろって、見切りつけたんで、この不信任案に賛同する可能性が高いであります。維新はどうすんでしょうね。最後まで斉藤かばって一緒に地獄に行くんだろうか。でもそうするとですね、自民党野党が一丸となって反対したら議案が全然通らないなんて事態にもなりえますよね。議論サイコパスの特徴の危険察知能力の欠落で説明する斉藤元彦とテッドバンディの共通点。これなんとなく今日斉藤元彦の地図追って、記事追っててですね、ああこの人テッドバンディだな、思ったんで、ちょっと説明します。サイコパスイコール怖いもの知らずなのではなくて、危険察知能力の欠落あるいは絶望的な不足、危険な場所でも危険と思わないっていう、だからずいずい行っちゃうっていう、でそれが他人には怖いもの知らずに見えるという、このせいでですね、戦場で英雄となるものもおります。なんせ危険を危険と思わないもんですから、短期がけ一人で駆け出して一気がけしまくった平の正門や蘇の降雨や呂布や、あとはですね、危険を危険と思わない70期で日踊り越えの坂落としを敢行した、源義経など異常な勇気を持つ英雄の大体がこれ大体がこれ、もちろんその場で死亡する可能性もあってですね、いっぱいあるんですけど、チャレンジャーサイコパスで生き残ったわずかな者たちが英雄と称えられるんですね。これは平将門も義経も、生き残ったから英雄になったけど、死んじゃうサイコパスも多い。だって危険なことやってんだもん。英雄の陰には100人のチャレンジャーサイコパスの屍、が死死類類ですね。あとですね、水難救助で命知らずに飛び込んで英雄ってなるものの中にもサイコパスは多いそうであります。これは人命救助しなくちゃって信念じゃなくてそんなに危険に思えなかった、危険って思わなかった。前人未到の崖越えたりですね、山征服したりですね、危険って思わなかった。できる職業も多数であります。もちろん、この裏には亡くなってる、やっぱダメだったっていうサイコパスも多数いるっていう。テッドバンディ1946年から1989年、アメリカのシリアルキラー、シリアルキラー連続殺人者という単語は彼のために作られた。シリアルってなんか食うシリアルかな、朝飯のように殺人するからそうなのかなって思ったら、シリアルナンバーのシリアルでした。まあ投資ナンバー、シリアルナンバー、連番とかいうようなね。1970年代己の性欲のために若い女性ばっかり30人以上殺害したサイコパスであります。危険察知能力の欠落のため斉藤元彦多数の雑で分かりやすいパワハラと乞食行為、こんなことして後で大丈夫かっていう危険が分からない。バンディ多数の雑で分かりやすい殺人、好みのですね黒髪ストレートロング真ん中分けの若い女性見ると見境なく毒が苦い、こんなことはして後で大丈夫かっていう危険が分からない。事件発覚後危険察知能力の欠落のため斉藤元彦辞任せずしがみつく一貫して自己正当化、人が亡くなってんのに、普通の危険察知能力持ってたら百条委員会にかけられる前に辞任するよな。頑張って知事にしがみついても来年7月までで1年切ってんですよ。これがあと3年以上残ってるつんだったら、しがみつくかもねって思うけど、普通の
危険察知能力を持っていた、副知事、これ悪事のかに加担してた副知事は早々に辞任し逃げ出しましたね。でもあの知事のとばっちりで100条で証言させられるんだって。ざまー、知事にしがみつくために100条委員会で証言してもですね、記憶にないと適切な指導だった。繰り返すばっかで、委員もテレビ視聴者もうんざり、日本中がうんざり。ここでもですね、自分から窮地に飛び込んでますね。危険察知能力がないって恐ろしいことですね。バンディ、自分に、自分の弁護は自分がすると自信満々で主張、その通りになったが、彼がですね、延々と繰り返すのは尻滅裂な嘘の自己正当化で、聞く方も途中でうんざり。プロの弁護士よりも自分の方がうまくやれると思ったのは危険察知能力がないせいですね。現実見えない。結局はあの電気椅子に生き絶えるまで座ることを命じられてですね、42歳の人生を終えたんですけどもね。斉藤元彦知事の今後、こんなにテレビで叩かれて人間性ゼロの所業が暴かれて知れ渡って、おまけに3人も亡くなってたら正解はもう無理ですね。維新だってあの拾い上げてくんねえわね、もうね。こいつ仲間にしたら大変だ、大変なことになる。維新のあの支持率、こいつのせいでダダ下がりっていうしね、正解どころか普通の会社でも無理なんだないの。人と話さなくていいような、人前に出なくていいような仕事しかもうないんじゃないのか。この人はあの自業自得なんで全然同情しないですけど、家族はちょっとだけ気の毒ですね。河野太郎が地元の神奈川新聞の取材に応じる。総理になれば派閥を抜ける。私が総理になったら人事に介入する人はいないでしょう。おやおや、総理になったら総派抜けて独裁始めるって言ってけど、自分で何言ってるか分かってんのかな。世論です。これを堂々と言っちゃう精神がすごい。頭にコオロギ湧いてんのか、独裁者になりたいのか、誰が支持してんだこのアホ。典型的な裏切り者スタイル。後足で砂をかける。恩知らず、嫌われてる自覚ないの。新党コオロギ誕生。総理になったら派閥は用済みって人間性を疑う。裏金は返金させると言って自民議員を攻撃していると。河野が総理になるためには麻生派の応援必要なんですけども、総理になったら用済みて今からこんなこと言われて気持ちよく応援できるもんかね。総理は一応あの派閥抜けてですね、総理じゃなくなったらまた戻るっていうのがあの慣例なんですけど、今からそれあの明言しなくてもいいだろう。河野総理にご褒美もらえると期待して応援してもですね、人事は独裁するって言ってるんですけどから、思ったご褒美もらえずにあのただ働きだねえのかな。河野、裏金は返金させる。麻生さん、やべえなこいつ。派閥のみんなは好きな人に投票してええんやで。これに対する仕返しのつもりなのか、麻生派をもう攻撃してますね。なんかあの自分の乗った小舟の底にですね、つるはし振り下ろしてる、あるいはドリルで投げてる絵が浮かぶんですけど、本当にバカですねこいつ。裁判官も首をひねる。なんで訴えたんだろうこの人、現役大臣なのに一般人で前代未聞なことやっちゃう人だから、まあ常人とは違いますね。山本一太群馬知事、河野太郎の考えは国民に近い。河野支持を表明。世論です。国民の、人民のじゃなくて、なんか弱みでも逃げられたんか、脳みそ大丈夫なら俺は少数派国民らしい、中国国民と考えが近いというオチ。群馬知事が支持しても何の意味もないけど、山本一太が言う国民ってどこの国民だ。この人まともか、ドン引きの揺れ幅が大きい。この人少しまともかなと思ってたけど、群馬は川口よりも外国人多いから、それよりそのおばさんみたいな髪型なんとかしてくれ群馬県知事が河野を応援したところ何の影響もないですけどね。日本テレビの異常な効能を染みてですね、次の総理は効能になりそうだなって騙されちゃったんですかね。で今からごますっておくと、知事がこんな情弱でいいんだろうか。少しね、あのネット河野太郎で検索したら、右からも左からも嫌われてる時点がすぐわかるのにね。今日の単身です。東京中日スポーツ年内で廃刊。東京新聞の親会社中日新聞がやってるスポーツ紙ですね。紙の新聞は環境破壊でいいこと一つもないから、廃刊は朗報であります。中日新聞も東京新聞も廃刊を大希望いたします。環境破壊に加担してないで、マスゴミ事業もやめろ。
紙の新聞もやめろ、緑4さんって方がですね、弊社の若手女性社員と世間話したんだけど、若い人の間でフェミが別称になってるらしい。これ嘆いてツイートしたんだが、そういうことなんですよって、あの嬉しくてツイートしたんだかは不明でありますけど、フェミは別称じゃなくて関わってはいけない人、刑法なんだと思いますよ。真のフェミっていうのは兵士でもドガタでも何でもやったら、その代わり男と同じ権利よこせっていうのが真のフェミ、そうでなくて議員職や会社役員職ばかりを要求する日本のフェミは偽物です。フェミでも何でもありません。偽物です。韓国人に日本人女性が強姦されてもだんまり。日本人女性を妊娠させたら金もらえるってデマにもだんまり。やってることはいい待遇よこせ女なんだからと、男は全員死ねっていう呪詛の垂れ流しであります。それにバカだし話通じないし、賢い若者が忌避するのは当然ですね、フェミをね。もう話になんねえから、あいつらあの何言ってんだ、わがまま言ってんじゃねえよって、そんなことばっかり言ってますからね。というわけで、テッドバンディ斎藤元彦サイコパスの解説してみました。これあの論文になっかもしんねえな、もうちょっと抵抗やだな。まあ本出す気はないですけれども、本出したい方いたら私のこれに加筆してですね、お好きなだけ、本書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。